長年たまりにたまった汚れで水は濁りきり悪臭がしていました。そしてこの日はこの大イベントのため朝早くからたくさんのスタッフが準備。よし、今までこう池の汚れとか気になってました？いや、それはもうここミネラルの力で酸素が強化され、酸素内に溶け込んでいた汚れを浮遊懸濁物という二度と水に溶けない物質に変化させてしまうんです。あとはこれを取り除いてやれば水は本来の H2O の姿に戻るというわけなんです。そしてさて、分離した汚れが出てきた後、今度は細かい酸素の泡を吹き込み汚れを水面に集めます。汚れが泡について上の方に上がってくるんですね。でどん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 上がってきまして、ご覧のようにもう池の表面がもう汚れ一面、プクロみたいですね。そうですね、まあ、水中に入っていた微生物、それから有機物なんですね。これがでこれを、まあ、オイルフェンスの要領でロープで集めまして、でこんな風にですね、バキュームで吸い込んでいくんですね。そうしますとほら、もう見る見る間に澄んだ水が顔を出し始めたのです。総力を結集した大掃除の結果、こんなに池の水がきれいになりました。さっきまで見えてなかった池の底までね、見えるようになったんですよね。あ、先生飲まれてしまった。大丈夫大丈夫ですか？もう全部菌が殺してるんですか？